刚才那个女孩好像有点心事。看起来最多就是个高中生啊，到底发生了什么呢？ 又来了吗？ちょっと待ってね。猫さん、お腹減ってるの？猫さん、待って。もう、またどこかに行っちゃった。ハロー。啊，金。唉，他又跑了。もしかして。 猫のこと？にゃーにゃー。にゃーにゃー看到托木他鸡不会逃走？啊，嗯，猫とも友達だから。 怎么了？ちょっとお話していい？本当にありがとう。それでごめんねお姉ちゃん。昔からあまり素直じゃなくて。你不去上学吗？学校……学校のこと？对对对，学校。私、学校は行かなくてもいいの。でもね、良い子にしてたら行けるようになるんだって。良い子？うん。お父さんやお母さんの言うこと聞いて、好き嫌いしない子だよ。あ、まだ私、人参は苦手なんだけどね。本当は違うの。お父さんやお母さん、お姉ちゃんも私のために苦労している。そのことを隠してるみたいだけど、本当は私知っているの。でも私には何もできないから。だからいつも笑っているようにしてるの。话说啊，你之前还叫我 Michael 呢。哎，那你 Michael， Michael？ 这个知道吗？这个叫霹雳舞。あ、どうしたの、ジン？不是ジン，是マイケル。怎么样，不错吧？面白い。それ何なの？但好戏还在后面呢。すごいすごい。啊，早。洗濯機だけど今日いいかな？好的，我出去买一下东西啊。 帰りにお弁当買ってきてくれる？同不他，不对，艾米。嗯，呼んだ？脸上沾了饭粒。嗯，啊，ご飯粒ついてた。はよう。今日も寒いわね。あ、さくらさん。今日はどうしたんですか？間もなく給料日だからね。時給計算に来たのよ。はい、彼が作ってくれたのですけど。あ、それがお手製のタイムカードね。はい、少し細かいですが。なるほど。どちらか外出しているときはこうしてチェックしてるのね。どうしたの？エミ。私はバイト代もらえない？そりゃ無理って、ちょっと待ってよ。ここにいるだけのバイトなんだし、あの子も少しはもらってもいいような。こういうのって、ありでしょうか？这怎么行呢？まあ、そりゃそうよね。ところで、猫を見たって聞いたけど、本当？あ、はい。まだエミしか会ってませんけど。そう。エミ、どんな猫だった？黒猫だよ。すぐ逃げちゃうけど。黒猫。もしかして知ってる猫ですか？いえ、気にしないで。黒猫なんてどこにでもいるし。それよりジン。ん？叫我吗？あのおっさんが呼んでたわよ。大叔，うちの社長よ。社長。啊，我明白了，江先生。え、じゃんよ。こうよ。じゃあ一緒に行きましょう。然后呢？江先生在哪儿？キョロキョロしなくてもこの辺にいればそのうちに来るわよ。ああ、ごめん。言ってもわからないわよね。遅いわね。ちょっと飲みにでも行く？